はい、もしもし。お疲れ、お疲れ。帰っているよ。徒歩ナウだよ。わあ。おかえり、一番。こんばんは、こんばんは。こんばん、こんばんナウ。お疲れ様でよ、こちらこそ。いやー。ついに今週末、本当だよ本当だよ、ついに今週末だよ。ドキがネムネムだよ、震えるよ。そう、帰り道です、帰り道です。この一番、美佐子が一番だし、美佐子いとったら俺が一番ってこと。お疲れ、こんばんは。ドキがネムネム、今日も顔がチャイチーな声ですね。何かなんでもキーミに会いたい、キーミに会い、あら、オーバイブスですね。こんばんは、ミーサーコ。お疲れ様です、お疲れ様です。16茶、そう、反転してるけどね。今階段登った、お疲れ様。ギャンプレの夜音じゃないよ。チケット取ったライブにはぜひ来てほしいな、みんなね。こんばんは、ミサコさんが一番です。芸人お疲れ様です。お誕生日リップありがとう。そう、お誕生日リップさ、こんばんみ1000円チキですか、お邪魔してます、ぜひぜひ。なんかそう、こうお誕生日さ、全然見つかんないんだけど、リプ1回くれてて、お誕生日に絵文字のリプ欲しいですって言ってくれた方の名前を控えてるんだけど、全然ね、検索に引っかかんなくって、リプ送りたいのに送れないみたいなのが結構多発してて。サムネ最高にゃん。ごきげんうるわしゅうみーこ。配信嬉しいけど無理にしないで。あ、そうだからね、ちょっとね、顔は出さないようにした。ちょっとね、疲れ切ってズタボロだから、もう前髪とかね、前髪がほぼ油だから、マイヘアイズ油だから、マイヘアイズオイル。反転してても16ちゃんは鏡文字という。あー、ほんとだ、確かに初めて知った。コメントも見つつ前もしっかり見てね、もちもち。声だけでも可愛いので今日も好き。あら、嬉しいね。実は美佐子じゃないかもしれないけどね、顔出してないから。美佐子ちゃんと誕生日同じですよ。あら、10月11日、ドラムの日の次の日ですね。うひょ、美佐子。こんばんは、こんばんは。16ちゃんのポスターかと思った。次期16ちゃんイメージガールの鈴木美佐子です。お疲れ様です。息切れ半端ないね。そう、私階段極力登りたくないねん。ただ、みんなのためなんですよ。だってエレベーター乗ったらさ、電波切れるかもしれないじゃん。機関指定して MSK とかにした方が見つかりそう。あーね、そうね、確かに。お疲れですね。マイヘアイズオイル。てんてんてん。マイヘアイズオイルと本気で2枚やりましょう。まあ、オイルってその、バットの中の1ジャンルみたいな感じだけどね。癖が強い、油ぎっしゅ、コシがないみたいなのを総じて多分マイヘアイズバットと言うんでしょうね。かわいってなんだろう。それじゃあ髪はワックスいらずだね。そんなことないよ、逆だよ。美佐子さん、こんばんは、こんばんは、こんばんにゃ。さすがに幼女の美佐子も今日は使い切って年齢顔出てんの。あのね、すごい出てる。顔面偏差値がね、老けてる老けてないとかじゃなくてね、顔面偏差値マイナス50ぐらいですね。お写真の適齢。影武者さん、こんばんみ。美佐子の声わかるよ。神。今日でリハ終わり、まだあるよ。明日もあるよ。朝から早い、明日早い。ノリミと CM に使えそうな曲ばっかりだから、朝日飲料さん使ってくれないだろうか。頼んだ、16ちゃんに使ってくれ。エレベーターじゃないもん、15歳年上やけど。美佐子さん、こんばんは。最近めっちゃ忙しそう。1ジャンル笑い。草生やしてるね、大変じゃん。お疲れ様です。ヤオン行きます。ありがとう。仕事辞めるそうだから、チケットあればヤオン行けるかも。本当に多分ね、あるよ、当日券もあります。こんばんは、こんばんは。新生活おじちゃんじゃないもん。ついに天下一、天下一ババアが今週末決まるんですよ。そう、天下一ババア。
あの知らない方のために説明するとね、あのチケットのね売上枚数をね、あのメンバーで競ってたんでね、そう、そのババア必死の券売バトルっていう名前のバトルだったんですけど、そのババアが頂点に立つババアが決まるわけですね。お前の顔はいつだって100点花丸屋で、飲んで飲んでの部分ならどんな飲料 CM もいける。当日系あるんですか。でもさ、あの飲んで飲んではさ、もうすでにタイアップだから多分他で使われることはないやろね。あれもうすでにドラマの主題歌だからね。当日系あると思うよ、あると思うよ。ちょっとね、1000円チケットの人とごったになる感じだとは思うけど、すまんがな、そこだけはすまんがな。急に駆けつけてくれても鬼のように嬉しいですよ、とっても嬉しいですよ。でも刀剣はあれね、特典会参加する抽選を受けられる。昨日の続き、ミーコの夢のドラマバトルの想定シリーズ。あ、で金子のぶやきさんもね、かっこいいですよね。スキャンダルのリナさんね、ひなんちゅさんね。ドラム好きだね、ドラマーさん好きだね。ありがとうございます。当時券もあるかもなんですね。ぜひ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 来て。急に3000人刀剣とかで来る人いなければ大丈夫だから。あ、そういや仕事決まって、火曜から仕事。あ、本当におめでとう。それは本当に頑張ったね、とってもよかったね。火曜から早いね。その転職中だっていうお話をしてた方なんですけど、当日までの指定席引換券も出ましたね。そう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 、指定席引換券も出ました、出ました。あの詳しくはね、バンドじゃないもんマックス仲良しの公式ツイッターやらホームページやらを見ていただけたらと思うんですけれども、こんばんは。大変だね、乗り越えられない試練は神与えないから乗り越えるわ、余裕で。もうすぐお家に着く。初見、あら初見さん、1000円チキ余らせてる人めちゃくちゃたくさんいそう。あ、どうだろうな。でもね、ベイドラチームでめっちゃ余らせてる人私は分かんない。多分あんまいないんじゃないかなと思う、少なくとも。みさこさん、鬼のように言いがち。そうそう、鬼のようにって言いやすいんだよね。なんか超っていうのもあんまりさ、キャラじゃないしさ、まあ、めっちゃとかは言うけど、めっちゃめっちゃ。通常チケット抽選なの。あ、チケットが抽選っていうよりかは通常チケットで、あの特典会チェキ会とかに参加できるのが抽選っていうことね。こんばんは、こんばんは。しかし3位チームの罰ゲーム楽しみだな。いやー本当に怖いよ、本当に怖い。あ、そう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 、あのね、明日ベイドルで配信します。明日ね、明日はね、私個人のキャスはないんですけど、代わりという手はなんですが、そのババア必死の券売バトル、ちょ今家に着きました。ババア必死の券売バトルでね、ミユチーと私の二人組のチームがですね、まあ、お礼の配信をしますので、買ってくださった方は楽しみにしてきてください。はい、うん、鼻息が荒い。頑張って働いておからトーストランデクとしちゃうね。ありがとう、いつもね、お土産ありがとうございます。俺ドラマオタクだし、モデルスティックのりコレクター。へー、コレクターなんだ、スティックの。いやー、めっちゃ楽しみだけど、終わると寂しい気持ち。まあでもね、そのまんまツアーが始まりますんでね。何曲くらいやりますか。めっちゃっていうことだけ言っとくね。たくさんやります。たくちゃんやるよ。すいません、1000円チキグミさんから購入しました。はいはい。バンワーバンワーバンワー。どこから配信してるの。今帰宅しました、家です。まあね、あと今日10分ぐらいで終わりにしますが、え、行こうかな。え、本当に来てよ、ぜひぜひ来てよ。落ち着いたよ、落ち着きました。お帰りなさい、ただいま。通常チケットチェキ会余裕でみんな取れると思ってた。あのね、日比谷の野王はね、そのあれなんですよ、夕方からじゃないとお届しができないからリハが後なんですね。だから特典会が前になっちゃうんで、ちょっと朝早いんですけど。みさこさん、鬼のように天使。ありがとう、お帰りなさい、お疲れ様です。こちらこそお疲れ様です。おうち配信にチェンジをしてほしい。
でもズタボロなら変わんないんだ。美佐子ズタボロなら変わんないから、美佐子さんの目の前で買った1000円チケ3枚さばきました。ありがとうね、本当にありがとうね。俺1000円チケと美佐子の目の前でもうから買っちゃった。しかも2枚ちょっとちょっと、でもね私からもね買ってくれたからね、本当に本当にありがとう。しかもねちゃんと他の方とかにね一緒に宣伝してくださってありがとうございます。美佐子がババアだなんて言えます。今ねあのババアだけじゃないからね、うん、クオリティの低いババアだから今。新生かまってちゃんだ、頑張ってください。頑張る新生かまってちゃんのドラムの美佐子です。そんで明後日ね私ねあのその新生かまってちゃんと別に所属してるねバンドじゃないもんマックス仲良しのね全曲やるって聞きました。卒業ライブか。そう何日かかるか。そうで新生かまってちゃんをバンドじゃないもんもやってるんですけど、そのねバンモンちゃんの方でねでっかいね日比谷の野外のね音楽堂でね、日比谷の野外の音楽堂、風の谷のナウシカか。日比谷野外大音楽堂でねワンマンがあります。通常チケットのね多分ねあの当日券もあるのでぜひぜひ遊び来てください。明日何時頃配信する予定ですか。あのねリハ終わり次第だからちょっと一回相談してあの早めに出せたら出すね。だからミーコのモデルスティックってあるのかってミーコのツイキャスライブのコメントに入れたんで、あそうね私のねモデルスティックいつか出したいですね。出なそう。終電までやってほしい、終電までやってほしい。イヤホンツアーファイナル気持ちになってて、イヤホンツアーファイナルの気持ちになってたけど、その後会場行くんだった。今日のミサコ固まってる。そう今日のミサコ固めなんですよ。バリ方なんとヤオンが初日というツアーの宣伝になりそうですし、何曲か動画早めにアップとかしてほしいですね。あそうそうそう、それはねあげたいにはあげたいんだけど、ね、トラブルがなければ。今日配信時間短いってそんなしんどいか。いやね明日早いからね、めちゃめちゃ早いから、ズタボロだしちゃんと起きてちゃんと万全の状態で向かいたいので。美佐子さん昨日のキャストか鍵がついてるけど録画公開されてなくて見えない。マジで言ってる、マジで言ってる、本当にごめんね見えなかったか。俺の母親にミーコの画像を見せたらこの人可愛いね、とても34歳には見えないよねって言ってたよ。ありがとうございます。美佐子さんこんばんは。こんばんは。毎日忙しいのに笑顔で偉いね。いや今あれかもしれない、ハンニャの行商かもしれない。初見ですが声可愛い、ありがとう。食べ物の差し入れは NG ですか。生物じゃなければ OK です。風の谷、ただいまみーちゃん油バージョンなんですか。そうです油バージョンです。油バージョンで顔が3色ぐらいの色になってます。こんばんは、こんばんは。当日引き換券の入手はこちら、これで通常チケ扱い。あ当日引き換券、これ今 URL 黒パグの同居人さんという方がね URL 貼ってくださってるんですけど、これ当日引き換券のね通常チケ扱いですね。タイトルにのを2つ入れると売れる法則。それねジブリにあるらしいですね。原宿でみさこから買ってすぐタクシー乗って渋谷のアイドルがライブやってるところに行って6枚配った、俺は偉いと。本当に偉いよ、本当に偉い、ありがとうね。そうなんかね他のねアイドル好きな方の方とかにね行こうよって声かけてくださったりとかして、本当にめちゃめちゃ感謝しています。ガキが喋ってると聞いてきました。残念ながらミッサーだよ。終電はみんなまちまちなので始発までていいのでは。むちゃ言うやん、むちゃ言うやん。これちょっとコメント終えてない。ヤンが楽しみすぎてよく夜はよく眠れる。逆にねお風呂でちゃんと温まってガチリ寝てね、寝たいね、寝たいね。はハンニャ気になるよ。逆にね、基本逆にね。俺も今日体調悪くて早く終わってもらえてありがたい。あそうなんだ、一緒にいっぱい寝ましょう。明日何やる、また LINE で起こそうか。オフィシャルの LINE しか知らんけど。明日もリハです。もう毎日リハ、毎日リハだよ。シビリアンハスキーの顔のみさこ過去ハンニャが可愛いね。それキリッとはしてるけど、今日は今まで温めてた腹話術を披露してるんですよね。天才的ですね。そうなんです、才能がすごいんです。こんばんちゃって遅れた。今日あと7分で終わるから、もう7分でマジできっかり終わるから、コメント読み上げ終わってなくてもきっかり終わるけど、コメント読みたい、みんなもう読みたい。ところでみーこの家族って全員血液型 B 型なの。違うよ、私母 AB 型父 O 型です。私半分 O 入ってるんですよね、絶対に必然的に。自腹でチケット買って配るとかファンの鏡。鏡ね、まあ本当にね 愛されてるなと思います。本当にありがとうございます。かまってツアー参加者と NG 両日当たってお楽しみだよ。ありがとう、嬉しい。かまってツアーでもねぜひぜひ、かまってちゃんメンバーは客として来るかな。あいや来ないんじゃないかな、
来ないんじゃないから。かまってちゃんね、そうツアーあるんでね、あの両方ツアーあるんで、 NG 当たったイエーイ、 NG フェスっていうのもやるんで、かまって新生かまってちゃんしか出ないフェスをやるんで、ぜひぜひねそちらも遊びに来てください。そちらね一旦先行チケットの発売終わっちゃったんですけど、またね一般とかで発売するときに教えるのでツイッターから教えるので、明日早いならもうねやんと配信してそのまま行こうむっちゃ言うやん、喉が最近いたので慰めてほしい、マヌカハニーを差し上げたいですね。眉毛剃るの失敗して悲惨なことになりました、半分なくなっちゃったのかな。ひさこさん、さっきからまばたきしてないけど乾きそう。そうなんですよ、私あのそう役者目指してたからね役者目指してたから目めっちゃ開けるんですよ。みさこちゃん、みさこちゃんとワイヤーで吊るされるリハもやってんのそうそう、直に肌にワイヤー通して、じゃあ全通り生まれてくるんだな、全通り。お疲れ様です、疲れてるのに配信ありがたき。テスト勉強、美佐子さんの声聞きながら頑張っています。いい感じに今本当にラジオみたいですね。のこさんは矢を空から見守ってるって言ってたよ死んどるやんフェスという名のワンマン声が元気そうでよかった。そうね、あの心はとっても元気です、見た目があんま元気じゃないだけで。フェスという名のワンマンね、本当確かにね。 PM とディアステのライブが当たりましたね。言い方不思議。ヤオンではミサコさんが飛ぶと聞いて、いつでも飛んでますよ実は。あのみんながね瞬きしてる間に飛んでるんですよ。時間きっちり終わるかもしれないなら今のうちにもう一回言っておこう。16ちょっと並ぶとますます可愛いから今日も好き、ありがとう。毎日16ちょ持ち歩こう。昨日言ってたスナップチャットやったんだけどねなんかいまいちだったんだよね。アンドロイドだから。最高のライブを頑張ってください。おやすみなさい。今日も配信来れたわーい。これみさこのマネキンやで34歳の夏休みツアー希望、微力ながら支えますのでバンバン頑張れ頑張る、ありがとうね。そういえば去年のネットジェネレーション、これね NG フェイスのことですね、時客の一人がギターを弾いたんだよね。そう、しかもね綺麗にっつったらだけ一緒に接触しましたね。あれそれ NG フェイスか、うわー、それからもうそんな経ってる。ひさちのドラマまた来て聞きたい、鬼のように叩くから、もうね本当にね鬼のように叩くから、今回しか叩かないフレーズがいっぱいある多分いさこさん大好き、ブラック企業からおさらばできるしいい日になりました。よかった、ブラック企業からおさらばできたの。まあね多分ね、全然いい職場って意外といっぱいありますからね。いさこさんがロリ化してもあんま変わらないんじゃ、あのロリ化していきたいと思います。ドラム吊るされて飛ぶやつみたいなドラムごと初陣のオバイブスって売ってますか、アレンジがすごかったし、あやまの曲は初陣、あ、そうね、あのなんかリミックスみたいになってたやつだよね、初陣さんとのツーマンの時にね、万物のね夏のオバイブスのねなんかメドレーみたいなのをね初陣アレンジでやってくださったんですけど、あれは売ってないですね、あの費用にこう作ってくれたんじゃないでしょうかね、多分ね、メイビー、そういうのがねあったんですよ。そういうのがありまして、ツーマンで鬼のような腕力で叩くの、ドラムが壊れるくらいの腕力で叩きますよ。もう俺は鬼だっていう顔で叩きます。俺せっかくやったから PM 入りたかったPM どうなんだろう、今ねちょっと PM ねごたついてんのよ、あのごたついてるっつったらあれだけど、あの別にねネガティブなごたつきは一個もないんだけど、まあ PM もね進化し続けるということで、はい、こんばんは、仕事終わった、間に合った、お疲れ様、なんかねそう PM もね引っ越すかもしれない、仕事お疲れ様だよみんなね、本当に。初陣の方は天上げっていう曲ですね、そう天上げっていう曲とね、あのこう混ざってたんでね、リミックスみたいな。俺見たの DDD やったのだったのけど、あれ DDD だったの、 DDD だったのあ DDD でも初陣さんやってた、オバイブス本当に、そういうことじゃない、それはツイッターで見たけどってことか。 PM 渋谷に引っ越しましょう、ごたついてる、みんな喧嘩やめて、そういうねネガティブなごたつきじゃないですよ、大丈夫ですよ。ほらあと1分でみさこ消えるよ。夏が終われば消える、まだ夏来てないけどね。みさこさんどっかのラジオのオファー来ないかね、本当だよ。最近あのバンドじゃないものね、あのあれ FC 入ってる方のねメルマがね
うわ、消えないで快眠できるように、なぞ、ありがとう、ありがとう。そうね、なんかに書いたんだけど、ラジオめっちゃやりたいね。ラジオめっちゃやりたい、本当にめっちゃやりたいよ。ミサチがドラム叩くの楽しい曲、かまってちゃんってどれ？だの前話したかもしれないけど、グロい花とかは楽しいね。楽しい。あとまあ、やっぱ、なんだろうな、自分らしくとか、未知なる方へとか、いいね。ラジオくれ、ラジオくれ。そういえば、毎年ミーコのバースデーイベントをやっているって噂を聞いたから、今度のバースデーイベントの時に一般の人たち含めてドラム叩ける人たち集めてドラムバースデーイベントっていうのをやってほしい。なんかまあ、その、前回ちょっとそれに近いっていうか、タンバリンとかを用意して、急遽飛び入り参加のもしてほしいみたいな話をしながらね、一緒に演奏してもらったりとかもしたんですけどね。DDD でやったの知らなかった。この間の一応最後にやってた。あ、そうだったんだ。そう、うちらさ、途中で入りだったからさ、その前にリハ入ってて、もう毎日日比谷のリハめちゃめちゃしてるから。そう、 DDD ね、ちょっとね、あれだったんですよ。ウイジンさんの番の時にね、間に合ってなかったんでね、確か。とりあえずね、快眠したいね。今日はお休み、やめないで、かっこゆっくり寝てください。嫌だ。 何に対して嫌だだったか、ちょっと順番が前後しちゃって分かんない分かんないんですけど。 PM をいっそライブ会場付きの事務所にすればいいね。それよりスタジオ欲しいな。スタジオ PM、 スタジオ欲しい。 ラジオ聞きたいな。それは失礼つ言うても、あっちも同じことをたくさんすると思うよ。ラジオいい、美佐子の声好き、おやすみ美佐子。でも知らなかった、全然知らなかったよ。なんかうちらは聞いてなかったよ。ラジオネームプシマンさん、お便りありがとうございます。16ちゃん、何が入ってるんですかということですが、夢と希望ですよ。パモのテーマやるから、やんではやんない。やんだやない。美佐子さん、こんばんは。1秒覚えてないですね。すごい。そうなんですよ。なんとこれ、静止画です。コメント読むのすごい上手だもん。字用図だけどね、今ね。よく見る。そうなのね。グロい花三拍子が気持ちいいかな。自分らしくはモノ君との一体感が味わえるんで、そうなんですよ。そうそうそう、グロい肌で三拍子得意、比較的。晴天は日曜日にやってほしい。できることなら土日にやりたい。もうちょっとやってよ。今日もう終わるから、今日そろそろ終わるから。美佐子さんにラブレター書くから待ってね。あー、嬉しい、ラブレター、めちゃめちゃ嬉しい。お手紙めっちゃ嬉しいです。今来たところ、まあそりゃそうやろな、みんな今来たところや。 ゆっくり休んでください。美佐子さん、キャスありがとう、お休みね。次は万能さんですって言ってめちゃめちゃ上げてくれたよ。あ、そうだったんだ、そうだったんだ。それはね、申し訳ないけどね、ちょっとね、拝見できていませんでした。ウイジンさん、こんばんは。寝てて気づかなかった、目が動いたような。怖いね、怖いね。ミーコのバースデーイベントで大体平日が多いから、今年は土日にやってほしい。 準備してたのかな、ウイジンさんの番。じゃあ一応間に合ってはいたのか。でもあれどうだろうね。でも楽屋にテレビ置いてあったけど見れなかったな。大概ね、そのステージの様子みたいなのあれしてんだけど、映してるんだけど、何に対しての絵だろう。美佐子さん、お疲れ様です。お疲れ様です。延長しなくてもいいから、ゆっくりお休み、お休み。美佐子の子さんは絶対箇所より遠いスタジオ行かないので。 そうかもしれん、そうかもしれん。おやすみ美佐子、おやすみ美佐子。日曜晴れますように。絶対晴るよ、絶対晴れる、俺が保証するよ。今日は寝れない、呪いかけたから続行しよう。いや、本当にやめて、本当に怒るよ。今日はいっぱい寝て、明日目いっぱい練習したいから。生誕の話、去年は行けんくて泣き散らかしたから、今年は死んでも行く、待ってる。遠い方もいらっしゃると思うんですけどね。就職祝いに君はずれ歌ってください。歌いたい、歌いたいよ。美佐子さん、こんばんは、こんばんは。日曜日天気は大丈夫ですかね。私がね、大丈夫にします。美佐子、一気に16茶欲しいです。お茶ありがとう、お茶ありがとう、おやすみ。そうそうね、終わりにします。本当に本当に終わりにします。大変なね、キャスクしてくれてありがとうございます。少しでも早く休んでくださいね。そろそろ休むね、ありがとね。明日練習頑張る。腹減ったな。食え食え。しっかり睡眠とって明日頑張って。頑張るよ。日曜の日比谷の万文コンサートは史上最大にして最高最良のコースになることをお願い。もちろんです、もちろんです。いつも最高を更新していきたい。19日まで練習大変でしょうが、気温の変化もすごいので気をつけて休んでください。みんなもね、ありがとね。来てくれる人も来てく、どうしても来られない人もね、そしてね、かまてちゃんのツアーとかもね、あるんですけどね、各地ね、全国ツアーとか来てくれる人も来てくれない人って言ったらあれだけど、来られない人もね、みんな日々体調気をつけて、会える時に元気に会えたらなと思いますよ。
美佐子みたいにあれだよ、胃腸の調子とか崩してるんじゃないよ胃腸の調子、早く天一とか食べられる胃腸になりたい。めっちゃ一瞬や。お疲れ様でした。ありがとうね、おやすみなさいですよ。ラジオなのに聞いてくれてありがとうねおやすみなさいね。金煩い血がふるむ、恋煩い金煩い、もうゆっくり休んでね。お疲れ様、おやすみ、おやすみなさい。人間てるてる坊主としてそれ一つは頼むだよ、頼んだよ。みんなもね、あの日々お疲れ様ですよ。じゃあね、おやすみなさいでよ、おやすみなさいでよマイヘアイズオイルだけどいいか前髪ですねって言ってくださってありがとうございます。おやすみなさい。あ、就職ね、頑張ってねみんなね。はい、お就職決まった方もおめでとう、本当に。おやすみさこ、おやすみさこ、おやすみなさい、おやすみなさい。みんなもゆっくり寝てね。じゃあね、おやすみさこ。